もうここまで来たらライバルでしょ、と闘争心を燃やす。俳優の杉浦太陽、タレントの辻希美が9日、都内で行われた、ノーリツ4-2030、厨房新商品発表会に夫婦揃って出席、理想の夫婦、として人気を集める二人だが、ライバルを聞かれると、辻が庄司智春と藤本美貴夫妻を挙げた。杉浦はライバル視していなかったようで、へっそこライバル視してたん、と妻の思いに驚き。4月に行われた、ノーリツのイベントには庄司と藤本夫妻が登壇しており、それを聞いた辻は、うわ、そこかー、と複雑な思いを抱いたという。バル、杉浦が、同じモーニング娘、でしょ、と聞くと、辻は、あの時から良き仲間であり、ライバル。それは今も変わっていない。もうここまで来たらライバルでしょ、と闘争心を燃やした。この日、二人は、日本一調理を楽しんでいる夫婦、そして、ノーリツから認定を受けた。結婚を発表した当初は19歳だった辻は、当初は私に料理のイメージなかったと思う。ゼロからのスタートだった、としみじみ。キッチンは、家族みんなが集まる場所。いつも大渋滞しています、と語った。家事育児に積極的に関わってきた杉浦は、妻に任せるのではなく、男性も参加しないとダメだと思う。全部奥様任せの時代は終わってきている、と言い、子供たちに、父親の味はっていうのを作っていきたい、と意気込んでいた。